こんにちは。今回はですね、意味のある動画を作りたいときの一つの回答になりますけども、ペルソナってことをね、意識して私は動画を作るようにしております。ペルソナっていうのは、架空の人物を設定して、それをより具体的にして、その人に語りかけるように動画を作るってことになります。すべての動画は私はそういうふうに作っています。ですんで、動画をたまたま見た方がね、あれこれ私のことを言ってんじゃないのというふうに、いわゆる心を捕まえたときに、 その人が私の視聴者さんとなって次の動画に期待するってことになりますもしそういう方がいらっしゃらなければ私の動画の反応ってのは悪いってことになりますので別のペルソナを設定してやっていくってことになりますね例えばペルソナってのはどこまで具体化するかっていうとまずお名前ですよね例えばお名前を山田洋子さんとかね私の場合は A さんとか B さんとか C さんと呼ぶことにしてますけども、まあ、名前もできれば想定した方がよろしいかと思います次に年齢です26歳ね で性別は女性、職業は IT の営業、収入は年収で350万前後、居住地は東京、そして学歴はなんとか学園大学卒業とかね、それから休日の過ごし方はカフェ巡りとかカメラ撮影とか旅行みたいに設定します、所有するデバイスは iPhone、ノート PC を主に持っているとか、利用している SNS はインスタグラム、ツイッター、LINE、まあこういったことですかね、それから1日にメディアに触る時間というのが2、3時間という想定をします。 いつ頃起きて、いつ頃に、えー、仕事に入って、休日は何曜日なのか、そういったことも想定していくと、この人に向かってどういう風うな話し方をして、この人はどんな問題があって、どんな問題解決しようと思っているのかってことまでを想定できるわけなんですよね。まあそうするとですね、似たような環境の人っていうのは放送してると出会うことがあるんですよ。じゃ出会ったらその人はどうなるかっていうと、あ、これ自分のことを言われてるな。 この人はよくよく私の立場を分かってるなっていうふうに偶然から必然が生まれるんですよねそうするとそれがコメントになってきたりとかチャンネル登録になってきたりとかね時にはメッセージをメールでくださるってことになってそれはミュージックになったりするわけなんですよでこういうふうに意識して当てるように当てるようにやっていくでも当たらないから動画の本数が増えていくってことになりますでこれをもってですね売れないから売っていくっていう発想になるわけなんですよ 反応が悪いなと思うから今度は例えば35歳の男性で、えー、住宅の住宅設備の営業職みたいな形で今度はね別のペルソナを想定してやっていくわけですよで以前失敗したペルソナでも春だったら売れるかなとか秋だったらいけるかな土日だから大丈夫かなみたいな感じでそのタイミングによってまたね同じペルソナを設定して発信することもありますなぜなら私たち YouTuber として、ね、まだその中堅以下の場合はですね 作った動画が埋もれる可能性が非常に高いんですよ。ですんで、チャンスがあるとしたら、動画を更新した瞬間なんですよね。新しい動画を作って、3時間、5時間で反応が薄ければ、その動画埋もれていって、もう消えていく運命なんですよ。だからもう一回似たようなやつをタイミングをずらして作るということになります。だから動画の本数増えていくんですよ。増えた上で、たまに売り上げにつながっていくってことになりますので、 どのぐらいのペースだったら自分の必要とする売り上げとトントンになるかなってことをね、やっぱそれは調整しながらやっていくってことになります。まだ売り上げに不満がある方とかね、YouTuber として十分暮らしていけるぐらいの見通しが立たない方は、この辺をまず第一歩として動画を作ってみてはいかがでしょうか。きっと問題解決すると思います。少なくとも10年間、これで暮らしている私が思うことなんで、まあ、大きく外れることはないと思いますがいかがでしょうか。それでは。 お疲れ様です。